こんにちは。株式投資で豊かな老後を目指すシニアちゃんです。先週は横浜みなとみらいに旅行に行ってきました。みなとみらい周辺にはいろいろな企業の施設があるので大人の社会科見学をしてきました。紹介する中には私が保有している企業以外のものもありますし、保有しているけどまだ優待をもらっていないという企業もあります。どれも魅力的な銘柄ばかりなので皆さんの銘柄選びの参考にしていただけると嬉しいです。ぜひ最後まで動画をお楽しみください。福岡空港、青い飛行機、ANA で羽田に向かいます。 ANA ホールディングスは最近復配を発表しましたね。私はコロナ禍の無配の時に購入したので、この度の復配は本当に嬉しかったです。30円の配当を発表しています。 ANA の優待は株主優待番号と ANA グループ優待券1冊がいただけます。グループ優待券の中には空港の売店アナフェスタで1000円以上お買い物をすると 10% 引きになるチケットが入っています。この優待券を使ってお土産と自分用にウェットティッシュを買いました。このウェットティッシュ、 ANA グループ企業が販売しているようです。お米とバナナの除菌ウェットティッシュ、販売できない規格外バナナを再利用して作っているそうです。 10% 引きで223円お得に買いました。もう11月なのに富士山にはほとんど雪が積もっていないようでした。空の景色はずっと見ていても不思議と飽きませんね。みなとみらいに到着です。まず最初に行ったのは日産グローバル本社ギャラリーです。ここで一番見たかったのはゆず桜、日産桜と人気アーティストゆずのコラボレーション。世界に1台だけのコラボラッピングカーゆず桜が11月30日まで期間限定でここに展示されているんです。とっても可愛いゆず桜、一緒に行った母がこれ買えるんですかとスタッフの方に聞いていましたが、もちろん販売はしていません。ゆずの2人の直筆サインもあります。よく見るといろんなところにゆずのお人形が乗っていてとても可愛かったですよ。車の中にも大きい子や小さい子たちが乗っていました。ハッシュタグゆず桜でインスタなどに投稿するとオリジナルステッカーがもらえたようですが、残念ながらもう終了していました。充電口にもゆずのお人形がいました。他にも日産の歴史やクラシックカー、ジャパンモビリティショーで公開したコンセプトカーなどかっこいい車がたくさん展示されていました。日産自動車の株主優待は新車購入時特典です。新車を購入する人を紹介すると購入者と株主それぞれ5000円分のカタログギフトがいただけます。株主本人が購入する場合は1万円分のカタログギフトがいただけます。なかなか使うチャンスがない優待ですが、今年9月に旦那さんが日産の新車を購入し株主優待を使うことができました。詳しくは以前の動画で紹介していますので、よかったらこちらもご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。多分カタログギフトは1月頃届くと思います。届いたらまたチャンネルで紹介しますね。トミカのミニカーなど子供が遊べるコーナーもありましたよ。併設されているスターバックスコーヒーからはこんな景色が見られます。見学者特典として数量限定のオリジナルカレンダーをいただきました。2種類の絵柄が選べるのですが、私は残念な生き物辞典とじゃない日産の車たちにしました。日産の車と人間のように見える動物たちを組み合わせたコミカルで楽しいカレンダー、貼って剥がせるシール付きです。ありがとうございました。日産グローバル本社ギャラリーから3分ほど歩くと、こちらはコニカミノルタプラネタリア。コニカミノルタの株は購入した当初は確か 4% 台の高配当株だったのに減配し、ずっと含み損中の銘柄です。コニカミノルタの優待はオリジナルカレンダーがいただけます。とても写真が綺麗で気に入っています。そしてコニカミノルタの映像の素晴らしさを体験できるのがこちら、コニカミノルタプラネタリア。上映までの待ち時間の映像は撮影 OK です。今はクリスマスイルミネーションでした。雪が降っていてとても美しいです。ベアシートでは靴を脱いで寝転がって星空を見ることができます。
他のペアシートでは全て恋人同士のようでしたが、私は母と。プラネタリウムで星を見ていると自分の存在も悩みもちっぽけに見えてきて幸福感に包まれます。癒されました。2日目、早朝のお散歩で見つけたのはアニベルセル。こちらは結婚式場アニベルセルとアニベルセルカフェ。素敵な佇まい。ここで挙式をすると10万円引きになるという優待があるんですよ。その銘柄は青木ホールディングスです。紳士服の青木でおなじみですが、ウェディング事業としてアニベルセル、エンターテインメント事業として快活クラブも運営しています。紳士服の青木、快活クラブでの割引優待もありますが、アニベルセルカフェの利用が 10% 引きになる優待と婚礼10万円引きという優待もあります。青木ホールディングスは先週13円の増配を発表し、株価爆上げしていましたね。私は100株ですが保有しているので嬉しいです。権利確定月は9月で、まだ優待は届いていません。今度来た時にはアニベルセルカフェで優待を利用したいと思います。子供たちがここで結婚式を挙げないかなと妄想しながらお散歩していました。さてさて、次はみなとみらいから少し離れますが山下公園に来ています。山下公園の青い海に浮かんでいるのは氷川丸です。氷川丸は日本郵船が1930年にシアトル航路用に建造した貨客船で、国の重要文化財に指定されています。中に入るのは初めてです。客船エリア、乗組員エリア、氷川丸の歴史エリアなどがあります。日本郵船の株は保有していませんが、氷川丸の入場券は日本郵船の優待でいただけるようです。他にも飛鳥クルーズの 10% 割引優待券がいただけます。かっこいいですね。中に入ってみると、まずは客室エリアです。こちらは自動室、とても可愛い部屋です。そしてダイニング、クラシカルで優雅な雰囲気でとても素敵です。一番上からの景色は最高です。操舵室へ、なんだか船長になった気分でした。船内は広くて結構歩きました。デッキで休むこともでき、船からの景色は最高でした。次に訪れたのはカップヌードルミュージアム安藤桃福発明記念館横浜です。日清食品ホールディングスの株は保有していませんが、ここはとても楽しい場所でした。日清食品の株主優待は100株以上で3000円相当の自社グループ製品詰め合わせがいただけます。でも現在の株価は 14,655円、手が届きません。もし今後株式分割し優待拡充してくれたら欲しいなと思っています。今は世界的な企業ですが、1958年に発売されたチキンラーメンからスタートしました。まずは腹ごしらえから。ワールドメンロード、創業者安藤桃福さんが麺のルーツを探し求めて麺ロードを旅する途中で出会った世界各国の様々な麺を味わえるフードアトラクションです。レトロでアジアンな雰囲気がいいですね。不思議と落ち着きます。私はミニチキンラーメン250円をいただくことにしました。トッピングを2種類選ぶことができます。わかめと卵を選びました。一緒に行った娘は冷麺を注文、黒い冷麺でした。チキンラーメン久しぶりに食べましたが美味しかったです。インスタントラーメンヒストリーキューブ、歴代のインスタントラーメンが展示しています。安藤桃福さん、ネバーギブアップ、安藤さんと記念撮影、桃福の研究小屋、この小屋で世界初のインスタントラーメン、チキンラーメンが誕生しました。当時の研究小屋を忠実に再現しているそうです。こんな小さな小屋から日清食品がスタートしたんですね。そして楽しかったのがマイカップヌードルファクトリー、世界で一つだけのオリジナルカップヌードルを作ることができる工房です。ミュージアムの入場料は500円、
カップヌードル作りが500円、リーズナブルなこともあり、修学旅行の学生や外国の方も多く、平日なのに混み合っていました。私は空き状況を見て予約せずに来ましたが、土日だとあらかじめ予約をしておかないと体験ができないかもしれません。マイカップヌードルファクトリーの他にチキンラーメンを手作りできるチキンラーメンファクトリーもあります。こちらはみんなひよこちゃんバンダナをしてチキンラーメン作りをしていました。こちらも楽しそうです。来年2月1日から2月29日まではバレンタイン企画でハート型チキンラーメンが作れるそうですよ。マジックを使ってお絵描き。私は日清のひよこちゃんとピンクのひよこちゃんを描きました。マイカップができたら麺を入れてもらいます。そして4種類の中から好みのスープと12種類の具材の中から4つのトッピングを選べます。私はスープはシーフード、具材はかぼちゃとエビとインゲンとひよこちゃんナルトを選びました。ラッピングしてもらい、世界に一つのマイカップヌードル完成です。ひよこちゃんグッズを買えるショップもありますよ。とても楽しかったです。ミュージアムのデッキから見えたのは日本丸。こちらは商船三井の船です。商船三井の株主優待で日本丸クルーズ優待券がいただけます。商船三井は前から欲しかったのですが、最近株価を下げたので100株購入しました。ですがその後も下がって、早速含み損となっています。日本丸は国内クルーズもあるので、いつかゆっくりと船旅できたらいいなぁと夢見ています。夕ご飯を食べに来たのは 24/7 レストラン。こちらは DD グループが手掛けるレストランです。24時間7日間いつでもどんなシーンでも利用できるレストランがコンセプトだそうです。目の前にみなとみらいの夜景というロマンチックなロケーション。私はハーブティーで乾杯。最近はめっきりお酒が弱くなりました。年でしょうかね。 DD グループの優待は100株で6000円分のお食事券がいただけます。100株持っていますが、まだ優待はもらっていません。今回は視察です。お食事はどれもとても美味しかったです。サラダにお肉料理、パスタ、デザート、美味しいみなとみらいの夜でした。最後の社会科見学は三菱みなとみらい技術館、三菱重工グループの技術を紹介する科学館です。こちらは三菱重工の株主通信に招待券がついているようです。私は残念ながら保有していません。まずは宇宙ゾーン、カウントダウンが始まったので吸い込まれるように入ったのはフロンティアシアター。こちらでは宇宙開発技術の未来をダイナミックな映像で見ることができました。目の前で宇宙を見ているよう、まるで一人プラネタリウムのようでした。空ゾーン、そして海ゾーン、深海6500の実物大分解展示も見られます。今回はあまり時間がなかったのですが、またゆっくりと見学したいなと思いました。みなとみらい社会科見学旅行も無事終えて帰路へ。帰りも ANA の優待券を使って 10% 引きでお弁当を買いました。空、海、宇宙と広い世界を満喫できた旅でした。そして株式投資のおかげで世界が広がったなぁと感じた旅でした。今回紹介した銘柄は ANA ホールディングス、日産自動車、コニカミノルタ、青木ホールディングス、日本郵船、日清食品ホールディングス、商船三井、 DD グループ、三菱重工でした。気になる銘柄はありましたか？ぜひコメントで教えてください。感想や質問もお待ちしています。このチャンネルでは資産運用や銘柄選びの参考になるような動画をアップしています。よかったらチャンネル登録をお願いします。これからもコツコツ投資をして豊かで明るい老後を目指しましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。